ソメヤ・ショタは日本の俳優。トイズ・ファクトリー所属。東京都江東区出身。肘高等学校卒業。妻は女優、菊池凛子。7歳時に子役として活動を始める。9歳の時にステーシーで映画初出演。2009年、映画パンドラの箱で長編映画初主演。2011年、 第68回ベネツィア国際映画祭に出品されたその子音監督作品、秘密で共演した二階堂文と共に最優秀新人賞にあたるマルチェロ・マストロ・ヤンニ賞を受賞した。日本人の同賞受賞はこれが初である。2012年、嘘つきミー君と壊れたマーチャンで第66回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞を受賞。 2013年、秘密、悪の教典で、第36回日本アカデミー賞、新人俳優賞を受賞。同年9月3日に、エビス大国社からトイズファクトリーへの移籍を発表。2015年、さよなら歌舞伎町で、第14回ニューヨークアジア、映画祭ライジングスター賞を受賞。2016年、中国の巨匠チェン開口監督による、日中合作映画、 空海空海から美しき王妃の謎において主人公空海を演じる。この作品ではすべて中国語を話し、中国語も習得した。2020年の NHK 大河ドラマ、麒麟が来るにおいて主人公、明智光秀の主君となる織田信長を演じた。趣味は映画鑑賞、カメラ、プロレス観戦。特技はパントマイム、手品、卓球。 趣味のカメラでは主にフィルムカメラのナチュラクラシカを使用している。プロレスは大日本プロレスのファンで、好きなプロレスラーは、火災順であり、雑誌、髪の毛ボリューム45で、ソメイにとって念願の火災との対談を果たしている。好きな俳優は、フィリップ・シーモア・ホフマン。長谷川和彦監督の1976年映画、青春の殺人者を特別な一本として挙げている。 高校時代から自主映画制作を行っており、自身が主演した嘘つきミー君と壊れたまーちゃんのスピンオフムービーエピソード0.38あの子とパーマの監督を務めた。その後、死ぬ前に一回はフィルムで映画を撮りたいという熱意から同作品の監督であるセ田ナつきと共同脚本で自主制作の短編映画シミラーバットディファレントを手掛け、 2013年12月20日にオーディオトリウム渋谷で一と限りの上映を行った。映画監督に転身するつもりは一切ないが、こういった作品作りは続けていきたいと語っている。足立理りは高校時代の同級生である。2015年1月1日に菊池林子との結婚を発表。2016年10月8日に 菊池との間に第一子が誕生したと発表した。2019年3月31日、菊池の第二子出産を自らの公式サイトで発表。ありがとうございます。